はい、皆さんこんにちは、ワイパーの鈴木です。 LL ウッドです。はい、この構図はですね、前回も、お送りしたんですけど、またアーミーバイワイパーのセカンドデリバリーということで。そうですね、はい、まあ、今回は以前も言っていたフランス軍の M52、うん、はい、こちらのデニム素材で、このようにですね、アイテム上がっております。はい、でまあ、今回も、はい、あの僕の方はですね、これは ほぼほぼ初めて見るアイテムですので、はいはい、LL ウッドさんの方にですね、はい、魅力を語ってもらおうかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。一応ですね、今回はまあ、前回に立て続いて M47、 フランス軍を対応する M47、 そして今回は M52 っていうものを持ってきて、デニムで、はいはい、仕上げたような感じです。なるほど。その前回のですね、 M47 と一番の違いは何かというと、縦糸と横糸自体はもう同じくですね、アメリカ の高級綿の一つ のスーフィマコートの蝶々綿を使用しているんですけれども、はい、まあ、これに関しては織り機が違います。織機がちょっと違くて、じゃあ厳密にはデニム自体の素材は変わってる。そうですね、糸自体は一緒なんですけれども、はい、生地は違い感じですね。要はこちらはですね、旧織機で、織りまして、セルビチデニムというところに、こだわって作りました。やはりまあ、こうヴィンテージデニムといえば赤耳というような感じだと思うんですけど、うん、はい、そうなんですよ。セルビッチ、はい、セルビッチなんですよ。でしかもスーピマコットン。そうです、はい、なかなかスーピマで、はい、こういう旧式の力織り機で織ったデニムってなかなかないんじゃないですか。ないと思います。ちょっと他社さんでも見ててもですね、デニムの通託スラックス自体は多分あるんですけれども、うん、なかなかこの耳付きのスラックスがあるかって言ったら、ちょっと私はまあそこまで見たことがないので、あ、まあ、わりかしちょっと新鮮な感じもあるんじゃないかなと思います。なるほど。まあ、確かに、はい、チノパンって基本そんなにこう、はい、脇割りっていうその耳をですね、こう両、はい、外側の両耳に倒す縫製ってあんまりしないんで、はい、こうありそうでなかなかない、はい、赤耳付きのチノパンっていう、チノパンっていうか、トラウザーですね。なんかこうスラックスながらもちょっとデニム様子をちょっと持ってきたような、うん、そんな感じをちょっとことを意識しましたね。はい、なるほど。ちなみに形としては2タックのシルエットになるんですか。うん、そうなんですよ。M52 の中でも自分は1タックも2タックもちょっと所有してるんですけれども、うん、その中でも2タックの方の、はい、要はちょっと90年代のなんかラルフローレンのなんか2タックスラックスとかをちょっとイメージしたっていうのもあるんですけれども、はい、まあ、1タックよりかはちょっと2タックのこの丸みをちょっと持ってきたくて、うん、スタックを採用してます、うん、いいですね。このヒップ周りがそのタックを取ってゆとりがあるシルエットに対して裾にかけて若干こう細くなるような感じ。そうですね、はい、でしかもこの耳がついてるんで、こう片側はストレートシルエットなんですけど、はい、すごいこうシルエットとしてはですね、うん、ストレートシルエットなんですけど、うん、結構ふんわりとやっぱりヒップ周りからにかけて緩やかに細くなったシルエットが特徴だと思います。そうなんですよ、まさにその通りです。はい、ありがとうございます。でもいいですね、はい、なんていうかこう、うん、まあ、基本そのファイブポケットのデニムタイプで赤耳って、はい、まあ、ありふれてるとは思うんですけど、はいはい、ただこのボタンとかは逆にそのチノパンをベースにそのプラスチックのタイプになっていて、うん、そうです、はい、でさらにお尻もフラップポケットでダーツが入ってということで、うんうん、そうです、うん、はい、もう要はこのそこはですね、忠実にフランス軍のですね M52 からちょっと取ってきてるような感じですね、はい、サイズ感もですね、自分前回の M47 もそうだったんですけれども、はい、もう52に関しても35が好きで、あ、なるほど、もう2択も1択も全て35をちょっとこう私物では持っているんですけれども、うん、はい、このちょっと大きさからくるその何とも言えないこの腰からくるこの丸みがですね、ちょっと好きすぎて、ちょっと今回それをデニムに起こしたっていう感じです。なるほど。このサンプルが今35で、はい、L 相当になる。 L 相当ですね、はいはい、でそしてですね、前回ちょっと皆さんからですね、非常にちょっとM47 の時にですね、色落ちとかが経年変化が気になりますっていう、そういった質問というか、うん、リクエストもありましてですね、で今回こちら、いや、これ用意しております。そう、画面で伝わります、はい、これはい、ジーンズじゃないですよ、これ、はい、このビフォーアフターというかはい、はいはい、この M52 の知能を吐き込んだ、はいはい、ことを想定して作った加工のものになります。はい、これをちょっと相当履き込んだらこんな色落ちしますよっていうところを、うん、持ってきてるような、そんな感じですね。はい、いやすごい。だってこのサイドのこのレイルロードっていうかこのびっちりとセルビッチの跡がついてますし、そうです。なんかそんなにですね、幅のなんかこうあるセルビッチじゃなくて、ちょっと細めのなんかセルビッチを取ってきてるので、わりしかしこのなんか当たりもですね、非常にいい感じで出ると思います、はい、入っているうちでですね、うん、
あとこちらの要は皆さん大好きなヒゲだったりとか、はい、まあ、鬼ヒゲを作れるかどうかはまあ皆さんの育て具合にもよるんですけれども、はい、そういった部分だったりとかちょっと後であの詳細画像を撮ると思うんですけれども、この後ろのですね蜂の巣とかも結構いい感じで、はい、なると思います。まあ、これおそらくこれ加工もこれ今回岡山の工場でお願いしたんですけど、あのまあこれ自体の加工もめちゃめちゃすごいと思います。めちゃめちゃやっぱそうですね、ここまで履きこなせるかなっていう感じですけど、はい、まあ、要はこのウェアハウスとかでもセコアンが最近ちょっと人気なんですけれども、はい、やっぱリジットを自分なりに色で染めているのもありなんですけれども、うん、やっぱそこまでやっぱ時間がかかるので、はい、まあ、そういった、ね、なんか最後使い古した感じのデニムも需要があるのはそれはまあ事実ですね、うん、まあ、これはちょっと今回の展開ではないんですけれども、はい、今回はあくまでもこのリジットにして、うん、まあ、履き込んだらこんなイメージになりますよ、うん、スーピマコットン自体のちょっとこう色味だったりとか、うん、まあ、そういった素材の良さがまあ非常によく出てるんじゃないかなっていう感じがします。いやこれすごいですね、はい、このモモのフェードの色落ちとか、はい、これ10年以上履かないとここまで出ないんじゃないですかね。これ実はですね、これあの想定としては15年で、はい、15年履いたのを想定して加工したっていう、そうそう、はい、はい、まあまあまあそこはまああれするのもあれなんですけど、うん、一応あのそこまでの履き込んだイメージをちょっとしてあの加工を入れてるようなそんな感じです。加工っていうか、まあ、実際ちょっと履いてるうちにこんな感じの色落ちになりますよ、的な見本をちょっと想定したような感じですね、はい、いやでもすごいですね。じゃあ本当にこのデニムをちゃんと履き込めばここまで色落ちをするっていうことです、はい、そうです、はい、あすごいな。まあ、でも根気はいるとは思いますけど、これ本当長く付き合える一本だと思うので、そうです、はいはい、もう本当10年以上付き合っても多分なんかその全く問題ないようなデニムには仕上げてる感じですね、はい、いやすごいな、はい、まあ、実際この M52 のチノってめちゃめちゃ使えるシルエットなんで、はい、まあ、それでかつデニムで育つってことはもう毎日履けるようなボトムスになってると思うので、そうですね、はい、もうこれの良さっていうのは最初多分あのここを見ていただければ非常になんかこう色の濃いなんていうんですか、うん、デニムになってますの です、ね、最初はもうきれいめなこうスラックス的なイメージ、要はアメカジにはちょっと若干向いてないかなっていう感じで思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもなんですけれども、はい、履き込んでるうちにこの色打ちになると、この間自分がインスタでヴィンテージの50年代のリーバイスのデニムジャケットとも合わせてみたんですけれども、個人的にはもう引きを取らないぐらいの色落ちっていうのもありますので、非常にそういったヴィンテージデニムのもうガチアメカジっていう組み合わせでも非常に楽しめる、うん、要は最初はきれいめでどんどん履き込んでいくうちにもうどんどんアメカジ寄りだったりとか、まあこれもシルエットもきれいなのでそのままきれいめな、まあ、そのジャケットだったりとかブレーダーとか合わせても普通に、だってね、最初これあのサンプル上がってきた時に、はい、この LL さん最初あの、はい、結構普段のコーディネートに取り入れてましたけど、はい、あのなんていうかそのステッチとかも同色のネイビーのステッチなんで、うん、はい、であのジーンズに比べると結構そのすっきりとしたそのどっちかというときれいめな印象だったん で、はい、でそれで今その色落ちの加工して、うん、サンプル作ってますって言ってたんですけど、はい、なんかそんななんかジーパンっぽいような雰囲気でどうなのかな、はい、マッチするのかなって思ったけど、はいはいはい、もうそんな心配はもう無用だったっていうぐらいにかなりいい雰囲気になってるんで、そうです、はい、いやこれはビビりました、はい、どっちに行ってもいいっていう感じで、はい、綺麗でも楽しめますし、自分結構さ今落ち着いて話してる風に、はい、風な感じなんですけれども、はい、本当このサンプルを初めて手にした時にテンションがあまりも上がりすぎて、はい、ちょっと皆さんになんか興奮して結構いつものテンションで、そうなんです、そうなんですよ、はしゃいでたんですけれども、それぐらいちょっとこうなんていうんですか、いろんな表情を楽しめる、はい、あのいいデニムパンツスラックスに仕上がったんじゃないかなっていう、いや非常に、はいはい、おすすめだと思います。はい、まあ今このちょうどサンプルが35あるので、うん、はい、まあ、また我々2人で履いてみたいと思います。はい、はい、そうです。あちなみにですね、今回はあの M47 の時にちょっと要望が多かった S サイズをちょっと入れて SMXL、 SMLXL 4サイズ展開でしようとしてますので、まあちょっとこうサイズがウエストが細い方だったりとかもちょっと対応できるような感じでちょっとサイズ展開をしようとしております、はい、いいですね、はいはい、じゃあちょっと、続いて、ね、こちら、試着した動画をご覧ください。はい、はい、
はい、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。はい、で今回ですね、はい、こちらのまた M52 なんですけど受注生産となっています、はい、そうですね、はい、で受注期間はというと金曜日の夜の20時からスタートして、はい、正午の12時に受注を一旦締め切るような感じになっております。じゃあ、前回と同じ6日間ですかね。そうですね、はい、なるほど。まあ、一応その受注、大丈夫ですかね。前回が予想以上にちょっと受注が多かった、はい、ということもあったんで、はい、はい、まあ、そうですね、完全に受注は少しはちょっとなんかこう受注が終わってあってでももう本デリバリーが終わった後で買えるような感じではちょっとしたいなと思うんですけれども、基本的にはまあ受注生産というところで、はい、そのあれですか、受注期間にもし、はい、予想以上想定以上に数が多くなっちゃったからといって、はい、早期に締め切ったりとかそういうのは、いや、それはですね、はい、ちょっとあるかもしれません。あ、本当ですか。はい、はい、そうなんですよ、うん、ちょっと前回がですね本当に予想以上のちょっとなんていうんですかね、本当ありがたいことにこういう受注をいただきまして、ちょっとそこにはなんとか期待に応えるためになんか頑張らせていただいたんですけれども、うん、はい、やっぱりちょっと生地 の, 量だったりとか、うん、ものによってちょっと早めに締め切る可能性もちょっとありますので、そこだけはご了承いただければなと思います。はい、まあ、一応ですね前もってある程度の予測を立てて動いているので、うん、はい、もうそれ以上の数ってなっちゃうと、うん、もしかしたら万が一ちょっと早期で終了してしまうかも、可能性もあるので、そうです、はい、その点だけちょっとご注意いただければと思います、はい、ご了承いただければと思います。はい、はい、ということで、じゃあ、まあ、これがまた好評であれば第3弾もあるかもしれないということで、はい、はいはい、そうですね、はい、第3弾のアイテムももう仕込みは終わってると。まあ、仕込み中ですね。あ、まあ、そのある程度サンプルは上がってきているんですけど、はい、何にしようかっていう感じで悩んでいるような、そんな感じですね、はいはい、じゃあもういくつかすでにアーミーの、ラインナップは揃っている状態ということですね。そうですね、はい、あとは最終チェックだったりとかいろんなのをちょっと今しているような段階でございます、はい、なるほど、はい、楽しみですね、はいはい、では、今回の動画がですね、もしよかったなと思う方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。お願いします、はい、他にも SNS も頑張っていますのでぜひチェックしてみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。